沈んだ魚は横向きに泳ぐ。沈んだ魚は横向きに泳ぐ。なんで？え、そうなの？横向きって、え？Merhaba arkadaşlar. Konnichiwa minasan. Merhaba. Bugün yoğun istek üzerine eşimle beraber video çekmeye karar verdik. Daha önce dediğim gibi ben eşimle beraber konuşurken bazı atasözleri ve deyimler kullanıyorum Türkçeden. Japonca çevirerek ama hiçbirini anlamıyor genelde. Bugün sırayla 10 tane Türkçe deyim ve atasözünü Japonca'ya direkt olarak çevirip ona soracağım. Bakalım anlamını bilecek miyim? Başlıyorum. Hazır mısın? Hay. Nasıl Torukogo de imasu. Soshite Nihongo ni choku yakushimasu. Hay. Ichiban me no kotobazo wa kochira desu. Armut pish, aazumu dush. Armut pish, aazumu dush. Hashimete kiita. Imi toshite wa nashi yo, juku shite kuchi ni ochite kite. Nashi ga熟した状態でってこと。そうですね。梨が熟した状態で口に落ちてきて。落ちてきて。欲しいなみたいな。ああ。なんかでも梨は別にそんな関係ないんだろうね。まあ、別果物なんでもいいんでしょ。わかんない。もしかして梨関係するかもしれない。でもなんか熟した状態で落ちてきて欲しいみたいな。だからすごいラッキーっていうかな。あれじゃないですか。待ってね。マジで俺当てていい？どうぞ。すごい面倒くさがり屋ってことじゃないの。あの梨がもう熟した状態で口に入ってほしい。もう本当何もしたくないよみたいな。はい、正解です。どういうこと？何の努力もしないで仕事が自発的になるのを待つ人。あ、本当に？本当に。当たったんや。アルムツ梨を育つとかなくて本当にもう熟してそのまま入ってほしいって口まで。何もしないでこうやって待つ。とりあえず努力しないといけないっていうのもちょっと遠回して言ってますね。はい、これで1ポイントです。見てみましょう、どれぐらいポイントをもらえるのかな。はい、2番目のことわざです。はい、あゆくらピリンジンタシヌ。あゆ？あゆくらピリンジンタシヌ。ピリンジンはお米でしょ。うん。あゆくらは知らないですね。はい、米の中の石を選別して。なんだろう、米の中から石を出すのが難しいって意味なのか、それとも、いや米と石分けるのは簡単でしょうみたいな意味なのかによるんですけど、簡単っていう方にしよう。もう見たらすぐ分かります。一目瞭然。違います。違うんです。厄介になってしまった時に言います。どういうこと？なんか米の中の石は選別しにくいじゃない、うんうん、選別しないといけない状況になってしまったね。難しい状況の厄介のことになったな。なるほどね。残念でした。これでまだ1ポイントですね。はい、次いきますね。3番目のことわざです。ブネパルヒス、ブネラハナトゥルシュス。ブネパルヒス、ブネラハナトゥルシュス。聞いたことあるかもしれない。なんとなく待って、私は言ったことあると思う。ブネはこれ何でしょ。でブネ何。ブネパルヒス。ペルヒザ知らないです。ブネラハナトゥルシュス。ブネラハナはキャベツでしょ。キャベツ。これは何、これはキャベツみたいな。はい、で意味としてはダイエット中なのになんでキャベツの漬物を食べるの。だからその意味じゃないですか。ダイエット中なのに。あ、ダイエット中じゃない時言いますね。一般的に使えるのね。一般的に使えるダイエットじゃなくても大丈夫。いや、キャベツの漬物はカロリーないからだよみたいな感じで。キャベツの隙間にカレーないんかな。なさそうじゃない、キャベツだし。あ、でも今の感じだと、向いてないよ。あれですね、カロリーないから食べるんだよってよりはやらなくちゃいけないことがあるのにそれと反対のことをする。あー、惜しいね。そのままだよね。惜しいな。これは半分しかもらってないポイント。あ、 0.5? あ、 0.5。 もうちょっとヒントヒントヒント。もう終わり。なんで。答えは言ってることとやってることが違う。あ、なるほどね。だからダイエットしてるのになんで食べてんの。まあここで多分キャベツの漬物はちょっとカロリーが高いイメージかな。高いっていうことなんだ。ということでダイエットしてるのになんで。だから矛盾のことですね。あ、矛盾。矛盾。こうしてるのにこうやってる時はよく言いますね。はい、次いきますね。リズムフルスズギズンベイルオルス。Üzüm hırsız, güzün belli olur. Ha, imi taşıdı mı? So. Hay. Üzüm ve budo.
ぶどう泥棒は秋にバレる。ぶどう泥棒は秋にバレる。ぶどう泥棒は秋に、うんうん、別に夏にもバレない。ぶどうって秋の食べ物か。僕全然ぶどうわかんないけど、ぶどうが大体、まあ、秋のイメージが僕はあるので。なるほど。じゃあ秋の果物としてのぶどうっていうふうに考えて、うん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 、何事もそのタイミングが大事ですみたいな。違います、はい、さっきはもう大丈夫でした。ブドウは秋に熟するものですね、うんうん、はいはいはい、でこのように熟するまでに待って一番いい時にメリットだけを奪いたい人。最悪です。その例えば、有名な知り合いがいて最初は何も言わないけどめっちゃ有名になった時一緒に会いに行かないとか。あ、そういう嫌な人いるよね。そう嫌な人、お金持ちになってから一緒になんかやろうよとか。はい、はいはい、次いきますね。イズムンチョプワールアルムドンサプ。イズムンチョプワールアルムドンサプ。ブドウにクズがある。梨に貨幣がある。貨幣ってお金。貨幣お金じゃないですね。あの果物ついてる上にこうついてるものがあるじゃない、木にこうつながってるやつ。クッキーみたいな。クッキーみたいなやつ。クッキーじゃん。人それぞれみたいなじゃない。違います。あ、違います。次いきますね。そうそう、意味言いますね。何にでもケチをつける人のことで、実はブドウの方が美味しいのにそのずっとゴミばっかり見たり、梨の方が美味しいのに貨幣を見て、あ、これ貨幣があるんだよねって言ってちょっとケチをつける。ああ、そういうことね。はい、次いきますね。アルトンエリブチャケスマズ。アルトンエリブチャケスマズ。アルトンは、まあ、ゴールドとか金です。はい。金の手はナイフで切れない。これはね、実は2つの意味がある。マジだから、1個当たったら 0.5 ポイントで、全部当たったら1ポイント。これ2点問題にしてよ。道具はなんか決まった用途に使いましょうみたいな。なんでそう思ったの。金の手をナイフで切るのは良くないけど、なんかちゃんと金の手はなんか他の道具使ってねみたいなことじゃないですか。違います。ゼロポイント。待って待って待って、2個あるでしょ。2個あるよ。1個も当たってない。待って待って待って、やっと金の手はまあメタファーかな、無駄なことしてるみたいな。はい、ゼロポイントです。全然わかんないわ。あの2つの意味があって、1つはお金持ちがお金で何でも解決するから、お金持ちに害を与えることは難しい。あ、だから金の手で金っていうのはお金持ってるから切れない。なんか悪いことしてもお金で解決しちゃう。なるほど。もう一つは何か職業を持つ人、まあ金の手って言ったら価値のある手なんで、うん、職業を持ってる人はいれば困難の時でもなんとか乗り越えることができる。手には職業あるから、はいはい、なんかあっても切れない。そのナイフは悪い状況があっても、はい、自分には職業あるから、例えば海外に行っても生きていけるよとか、はい、それはわかんないな。はい、次行きます。バッツバルクヤンギダシ。バッツバルクヤンギダシ。あ、バルクは魚です。魚ね。あと知らないですね。沈んだ魚は横向きに泳ぐ。沈んだ魚は横向きに泳ぐ。なんで。え、そうなの。横向きって、え、横ってことでしょ。横、まあでも悪いことが起こってるんで、横向きに泳いでるのか、沈んでることが悪いこと。悪いことで、横向きに泳ぐにはちょっと何かある。あ、横向きに泳ぐってことは普通のことしてないんですよね。なんか悪いこと、なんか変なことしてるから、うん、悪いこと起こった人は正常な判断できないよみたいな。あ、なるほどね。どう、観点からか。どう当たってんじゃん。まあ 0.1 ポイントあげるわ。ほぼゼロじゃん。 0.1 ポイントぐらいあげます。答えはもう最悪な状況だから好きにしようみたいな感じで、例えば破産したとしたら、あ、残りの1万円で焼肉食べるみたいな。怖いものないよみたいな、ね、もうなんか最悪だから好きにしようみたいな感じで、バットバルキヤンギで。あと今何2ポイントぐらいね。 0.2。 あ、そうやね、全部で2ポイントぐらい。次いきますね。チーエメディンキカルヌマールスン。チーエメディンキカルヌマールスン。あ、なんかこれ分かりそうだね。チーは生でしょ。生で、チーエム、チーエメディンキ、イエメディンキ、何、な、イエメディンキカルヌマールスン。パン、違うわ、食べ物だ。生で食べると、生で食べていないし
お腹が痛くなることがないでしょう。まあこれはちょっとトルコでこれじゃない、生で食べるイコールお腹が痛くなるっていう、多分あの多分トルコであんまり生で食べないんですよ。魚もそうですし肉もちゃんとウェルダンにしないと多分食べない人が多いと思うんで、準備万端だから大丈夫です。だから、ああなるほどね、ファイナルアンサーですか。待ってね、違うな、多分準備万端、もうやれること、そういうことか。でもなんでやれることできたと思ってる、何もしてないじゃん結局。生で食べてないじゃん、うん、やってない何も。え、でも食べたは食べたでしょ。いや食べたも言ってないよ。え、料理したと生では食べていないよ、生では食べていない。まあ料理はしたかもしれないけど、俺はだからちゃんと焼いたからお腹痛くなんないよ。まあそういう意味でもなるし。ファイナルアンサーは、あ、じゃあ悪いことをしなければ何、悪いことは起こらないよ。正解、やった、イエーイ。どういう意味、悪いことしていないので恐れることがない。ああはい。その悪いことしてないから悪いこと起こらないっていう。やったね。ちょっとずるしたけど、ね。3ポイント目。でも大丈夫。オッケー。日本語はどんな感じ？なんかあったっけ？日本語にそういうの。あるの？悪いこと。ちょっとわかんないね。さっきから全部日本語でなんかあるかなって考えるんだけど。まあね、あるかもしれないね。はい、次いきます。あとラスト2つです。ピレークズプヨルガンヤクマク。ピレークズプヨルガンヤクマク。何も知らないです。クズは何、羊？怒る。あ、そっちか。飲みに怒って掛け布団を燃やす。ああ。飲みに怒って掛け布団を燃やす。なんかすごい日本語にあるのじゃない？今なんか2つぐらいでちょっと迷ってて、1個はまあもう怒ってなんか正常な判断できないよみたいな。あとはなんか本来の敵を見つけてないみたいな。一応でもさ、掛け布団燃やしたらさ、一応飲みも殺せてるじゃん。そうやな。本来の悪い方を排除できてないって意味ではないよね。そうやな、排除はしてるね。排除できてるよね。できてるできてる。あ、はい、わかりました。どうぞ。だから本来の目的を達成するために無駄なことまでしちゃうみたいな。なるほどね。小さな欠点を直そうとしてかえって全体をダメにすること。髪の毛が全然何、まっすぐにならないって言って全部を切るとか。はいはいはい、はい、なんかその小さいのに、まあ例えばここにゴミが空いてるのに全部捨てるとか。はい、ラストです。イティアンチョムハズルラ。イティアンチョムハズルラ。犬の話をしたら棒を準備して。これひどいね。え、どれがいいの？犬ってキョペキじゃないの？キョペキだけど、イティもいいよ。蚊の話しただけで殺虫剤準備するみたいなことでしょ。そうなるの？ないけど、そういうことでしょ。だから、そういうこと。綺麗に言うと。そういうことね。まだその悪いこと起こってないのに、もうそれするみたいなことですか。もうとにかくそのことがめっちゃ嫌いな人、うん、か、まだ何も起こってないのに、すごい心配して、それの準備っていうか、あれこれ考えてしまう。なるほどね。どっちでしょう。後半、杞憂みたいな感じですか。違います。違うんかい。悪い人の噂をしていると、ちょうどそこへ噂の本人が現れること。それは分かんない。どういうこと？なんか誰かの噂をしているとき、あの人なんかあれだよねって言った瞬間、あの人が来るっていう。え、犬はどう関係あるの？悪い人を犬に例えてる、うん。その犬が来るからってことは言わないんだ。言わない。犬の話をすると、犬が来るから準備するっていう意味。あ、噂をしたらその本人が来るから、本人に対して棒を準備するっていう意味。あ、それなんか難しいね。難しい、ね、その間の部分がなくて、それが意味なんだ。そうそうそう。犬の話をしたら、かっこ犬が来るので、かっこ閉じて、棒を準備しろ。そう。それ日本語だとそのまま言葉になるけどね。噂をすれば影が刺すか。影が刺す。それはいい意味？悪い意味。その誰かの噂してると褒めてくれる。まあ、実はね、実はね、トルコ語でもう一つの言葉がある。いいインさんがプニしてねぎ。いいインさんはいい人でしょ。そう。それは良い人の噂をすればちょうどそこへ本人が現れるっていう意味で、全く逆。その犬の方が悪い人が来た時に、はい、逆に例えばあの人も最高だよ、大好き、本当に私たちにいつも優しいって言った瞬間、優しい人が来たらいいインさんがプニしてねぎるっていう。はいはい。面白いよね。面白い、ね、はい、以上でした。合計2ポイントです。もうちょっと待って。おめでとうございます。ありがとうございます。2か2です。
はい、頑張ってください、はい、どうでした、楽しかったですか。あ、面白い、面白い、なんか日本語にありそうなやつとかも結構あったし、じゃあ次回はぜひ日本語の方を用意してください。私は当ててみます、ね、知らないやつ、日本語にある難しいことわざとかちょっと出してみます。わかりました。魚の話はちょっと難しかった、ね、難しいね。金の手はナイフで切れないはちょっと難しかった。あ、でも面白かったと思います。面白かったですか、はい、よかった、勉強になった、勉強になりましたよね、うん、はい、そんな感じで今日は以上です。見ていただき本当にありがとうございます。この動画がいいなと思う方はぜひチャンネル登録お願いします。イゼディンスチョップシェキレベルキャンザイバクイネシギナルレル、またね。はい。